アロハタンタンです。本日はかなり久しぶりに入ってまいりましたアストリアスさんのソロウクレレ、今回はマホガニーのモデルをご紹介いたします。ソロウクレレというだけあってソロに特化したウクレレです。若干銅が厚いので音のリバーブ感とかね、芯の太さがかなり出ます。マホガニーですが甘すぎず、そしてソロウクレレとはいえパリッとしすぎずというところです。特徴的なのがこのカッターウェイですね。14フレットジョイントで19フレットまでありますが、19フレットまで手が届きやすくなっています。九州は久留米にあるアストリアスさん、この日本製、日本のメーカーで日本製、そしてソロに特化したモデル、このアストリアスのソロウクレレでしかこの形は見ないんじゃないかというちょっと特殊な形です。お伝えし忘れておりましたが、ボディがソプラノ、スケールはコンサートなので、サイズでいうとソプラノのロングネックに当たると思います。今はソロウクレレとしてこの型を作っております。今回はアストリアスさんのソロウクレレでマホガニーモデルをご紹介いたしました。久しぶりに入ってきたこの1本、気になるという方はぜひお早めにお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。それではタンタンでした。アフイホー。